スルモーネコ・カミル・フィリッポル・ドビコ・ボルゲーゼ。ナポレオン・ボナパルトの妹、ポーリーヌの夫。ナポレオン支持者であった、マルカントニオ四世、ボルゲーゼの着手として、ローマで生まれた。1803年、ポーリーヌの二度目の夫となり、義兄によりグアスタ・ラ・コートされた。最初から彼は、情熱的であった。結婚生活は、次第に、ポーリーヌのえない、浮気。 巨人のアフリカ人奴隷に抱かれて風呂場へ運ばれる、自分の助官を踏み台に使うといった気候から崩壊していった。二人は別居したが離婚せず、ポーリーヌは兄に頼んで夫にピエモンテの統治権を与えてもらい、ナポレオンにより囚われの身となったローマ教皇ピウス七世の後見人となった。ナポレオンはボルゲーゼ家の絵画コレクション344点を、 フランス国家を売るよう求め、カミロは資料の遺跡から新しいコレクションを集めた。カミロはポルタ・ピンチアーナにある一族の別荘で趣味に没頭し、ポポログの玄関を新しくしたり芸術コレクションの展示の再構成をしていた。ナポレオンが没落した後、彼は不器用さをあらわにして新たな同盟関係を結び、妻とも遠くないフィレンツェに引っ越し、 教皇によって自身の領土を没収されないよう働きかけた。10年余りを愛称と暮らした後、彼はしぶしぶ、ポーリーヌとの同居を教皇に説得され受け入れた。それから3ヶ月後、ポーリーヌは癌で亡くなった。彼は亡くなるまで秘密裏に無駄なナポレオン復活の陰謀を格索し続けた。ありがとうございます。